さあ、今日のですね、北原コレクション YouTube チャンネルですね。まあ、ここは京橋の駅です。銀座線、地下鉄の銀座線と京橋の駅。そこから降りてくると、ここの通路のところにコレクションが展示してあります。まあ、今回の展示は、ドッグス&キャッツですね。犬と猫に特化した、まあ、おもちゃだとか、コレクションを展示しています。まず、ここですね。このケースは、1890年から1930年代ぐらいまでの外国製のおもちゃです。まあ、この中でも特に古いのは、その犬の調教師というか、犬の曲芸というのかな。これはもう19世紀のおもちゃ。さらにここにあるのは猫のバイオリン弾きですね。まあ、ハンダ止めでハンドペイントで針金ゼンマイでできています。まあ、よく見ると一つ一つ面白いですよね。猫の上にネズミが乗っていたり、猫はネズミを追っかけて、さらにサングラスをしているというかね、ゴーグルをしているみたいな、面白いです。さあ、続きましょう。ここは戦前の日本製です。まあ、1930年代ぐらいに作られた、まあ、セルロイド、ブリキ、そしてゼンマイで動く日本製の戦前のおもちゃです。これはちょっとシュールですよね。猫がネズミを加えているだとかね。それからなんか着物を着てまりつきしている猫、鼓を打っている犬ですねとかね。箱だとかも、あれは箱にニャーゴって書いてあります。まあ、そのままですね、鳴き声を箱に。さあ、続きましょう。これは招き猫です。まあ、招き猫の、まあ、お土産のものだとか、それからと、これは佐山さんという方が作ってくれた、まあ、アート作品。佐山さんはこのちょっと奥に回り込んでくれますか。これなんて佐山さんの作品で、猫の顔の表情が、まあ、それぞれいろんな表情をしていて面白いですよね。この招き猫をしたこの時計ですね、これも戦前の日本製なんですけど、これもすごく珍しいものです。さらにこの招きっていいですよね。招き猫とその鍵を猫が抱えている招きです。はい、これは古典屋の非売品で、スケルトンって、まあ、中の機械が見える蓄音機、これ本当に珍しいんです。非売品だったんですけど、まあ、何十年もかかって譲っていただいたもの。さらにですね、ここにいるニッパーはですね、これも戦前の日本製です。よく皆さんがよくイメージしているニッパーは陶器で作られているものが多いですよね。これはセルロイドで作られている、細かい作りです。さあ、ここは山内貴之君が作った革で作った人形ですね。作品です。まあ、ブルドッグが、これは木馬じゃないな、牛車に乗ってますね。それでこれは背中に猫を背負ってですね、迷子の子猫ちゃんというね、これは横浜の山手の当時のところで飼っていたブルドッグのコマちゃんと、そしてこんな子猫の時からいたトラを2人っていうか2匹でいつも仲良くしていたんで、まあ、そのイメージで作ってもらったものです。さらにこれも面白いですね。これは患者さんが猫なんです。
当然ネズミは怖いんで鎧を着て歯の治療をしているという、まあ、あの顔だとかアップしてくれるとですね、もうあの歯だとかそれからの鎧だとかね、まあ、もう細かいところまで手を全く抜いてないで作ってますよね。さあ、あの今日最後のコレクション、浅井ヒット君が作った黄昏という作品です。まあ、造形作家ですね。でもあの宇宙服、そしてあのヘルメットをかぶった犬、このガラス、それから全て手作りで浅井ヒット君は作っています。そしてこれはあの次の話というタイトルなんですけど、これは田村さんっていうあの作家が作ったもので、その猫、そして上には金魚ですね。まあ、金魚のね、もう細かいその鱗の部分だとかヒレの部分だとか、もうとても素晴らしい、結構見てる方がみんなびっくりしています。今日は京橋江戸グランで展示をしているドッグス&キャッツのコレクションをご紹介しました。